叩くレフェリーは新日本の海野博之。さあそのベルトを一旦金本が手にして見比べた。そして青いベルトを捨てた。この瞬間にジュニア戦争開戦であります。あーっとベルトを投げ捨てた。 GHC そして IWGP ジュニア日本のベルトを巡る攻防は今両者がそれぞれのベルトを投げ捨てて始まります。まだゴングは鳴っていない。しかしもう下の方を戦っている。本日のメインイベント IWGP ジュニアタッグ選手権試合60分一本勝負を行います。の重心は真っ赤な青コーナー挑戦者数220ポンド重心サイダーライガーベルトとプライドスマホを取ります。重心サイダーライガーそのコールスが許さない。そんな金丸の姿勢です。金本浩二ついに来た新日本ジュニアのトップ金本浩二。そのあとこの神戸は大歓声を金本に送りました。220ポンド菊池剛志ベルトは脳のものにする。ものすごい赤と白の関係。菊池剛志金丸義信今や日本のジュニアの頂点金丸義信。レフェリーレッドシーズンのレフェリー運の今この IWGP ジュニアタッグ選手権試合当然 IWGP ルールレフェリーも新日本プロレスから派遣されてきています。もう試合を始まる前からもうこれは小競り合いというよりも大競り合い。口の方も戦ってもう両者手を出かかる手を抑えることができません。60分日本勝負もうどれだけの言葉がお互いに浴びせかけられたんでしょうか。さあ試合はこれからゴングを聞こうというところ。先発ノア勢菊池そして重心サンダーライヤー金丸菊池5度目の防衛戦。果たしてライガー金本組はベルトとプライドを取り返すことができるか。ここはノアの会場です。しかしライガーコールが起こりました。もう気迫と気迫がぶつかり合ってその距離を作るのが危険だ。イギリットショーク菊池優吾この重いエルボーが新日本ジュニアを苦しめた。走った翔太がカウンターで入った。いや菊池はすぐさま立ち上がった。ランニングのエルボーもう一発いくか。ゼロ戦切ったライガー。いや翔太3発目すぐさま行きました。あーもう早くも場外戦だ。場外で金本。いや菊池はすぐさま入った。おっと放送席の前金本が荒れる。そして今度は菊池と金丸がライガーを攻め込んでいった。収集がこれは試合の決着がどうなるのかわからない。ライガーと金丸そして金本と菊池余韻が入り乱れている。もうこれは試合というよりも闘志のぶつかり合いだ。さあ初遭遇金丸と金本そして菊池とライガーはもうこれまでの遺恨は十分あります。さて放送席には解説桃田光雄さんにお越しいただいておりますが、いや桃田さん試合というかですね大変なぶつかり合いになってますね。これは本当ですね。まあ新日本の看板を背負ってるやっぱりライガー選手と金本選手の場合にはね当然もう、はい、これ以上後がないというところに来てるからそうですね。こんだけやっぱり意気込んでるのは分かりますよね。もう今4社がですね場外に入り乱れて、まあ、特に金本浩二はノアマット初登場になりますから、はい、そのあたり舐められてはいけないという気持ちもやっぱそれはあるんでしょうね。やっぱりIWGP の、 シングルのチャンピオンですけどね、ジュニアの。そうですね。そういう意味では当然そのプライドは人一倍持ってると思いますんで。そうでしょうね。ただやっぱりリングの上でね、決着をつけないとなかなか勝負は決まらないんで。ですね。もう場外カウント10までいってますよ。ああこれはどうだ。サブドリームの西田を吹っ飛ばされた。ああ今ようやく戻りました。いやいやいやこれもう4人とも場外カウントも聞こえなかったでしょうね。ライガーが張っていきました。サブレフェリーは新日本の運野。そして今日サブレフェリーにはノア西野がついていますが、さあ金本来た。金本が来ました。このふてぶてしさ IWGP ジュニアヘビーのチャンピオン。いや先ほど申し上げましたがジュニアタッグのチャンピオン、はい、GHC IWGP のジュニアのチャンピオン、ええ、これが揃っている豪華な対決。おおうわそしてこの髪の掴み合いメンチの切り合いだ。お互いだ。金丸走った。おっ
っとブロックしたが、いやその勢いで吹っ飛ばされた。まずモーダさん見た感じのこの金本浩二、どういう印象でしたか。そう、僕も初めて彼の試合見るわけですけど、要するにその試合メーカーの調印式から見てね、かなり無国旗の強い、まあ、一番選手としては大事な部分を持ってるなというのは感じましたね。ただ試合をどういうような技を使うというのは僕は まるっきり知りませんので、それがこれからやっぱり見ないとどれほど彼の実力、もちろんチャンピオンですから、実力があるのは当然だと思うんですけれども、要するにどういうような技を使うかね、その試合運びがちょっと楽しみなんですけど、そうですね、はい、そのあたりはもう金丸引き継ぎにベルトを取って、今日5度目の防衛戦、連携という面では心配はありません。ただ新日本の中にあって、この金本とライガーが組む、本人たち曰く俺たちが組んだらもうこれは反則であると、強すぎるということを話してますが、まあ、要するにそのコンビネーションがいいっていうことなんでしょうと思いますけどね、はい、要するにそのタッグはコンビネーションが一番大事ですからね、一人の実力よりもコンビネーションがあるかないかで、要するに試合運びは全然変わってきますんで、おっと、しかし投げられてすぐさま立ち上がる金丸、場外では菊池とライガーの絶戦だ。あー、今試合そっちのけで場外乱闘、そして金丸はエルモンター、大の字金本、いや、カウントも、すぐに菊池の救出に金丸、リングの中の試合時間が極端に短いタイトルマッチ、いや激しいですね、そして金本が金丸を鉄柱だ。とにかくもうベルトというよりも両団体のプライド、一本を引けないその企画というものが、これだけの場外戦の多さにつながっているのかもしれません。リングが不在、しかし場外では新日本とノアと新日本、 GHC と IWGP、 この両者のせめぎ合いになっています。新日本の選手はね、本当今回はもう絶対落とせないっていう、気持ちで来てるでしょうし、そのチャンピオンチームはね、はい、もう要するにうちのリングの上では絶対負けられないって気持ちあるでしょうしね。今このホームグラウンドは我々ノアのものであると、金丸が今神戸のファンの味方につけました。もともとこの金本浩二が神戸出身ということで、入場の時も大変な声援があったわけですが、そうですね、金本選手の地元ということで、ね、素晴らしい声援は来てますよね、やっぱり。ありましたね、今日はブーイングでも構わないということを金本は試合前話していたんですが、何はからんや大声援が金本を後押ししています。しかしそのファンをまたノア勢に戻していった金丸の場外戦でした。さあ菊池が来ました。この菊池の放つエルボー、そして火の玉ボムゼロ戦キック、新日本のジュニア勢を3度に苦しめてきました。サイドバスターからライガーを牽制しながらカバー、カウントは2です。桃さん、こういった気迫のぶつかり合いになりますと、はい、技の数以上に疲労度というのも大変になってくるでしょうね。いや、スタミナはね、倍使いますよ。でしょうね、で息上がるのがどんどん速くなりますしね、はい、あと要するにタッグですから、そのエプロンにいるときにどんだけ回復できるか、それもやっぱり個人 の個人差がありますんでね、そこら辺も大事になってくるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、何でしろもうお互いにもうかなりテンション上がってますんでね。そうですね、いつも以上にやっぱりスタミナはロスしてると思いますよ。うわー、どうだ、すごい、ノアファン大喝采。いや、しかし立ち上がった、なんて男だ金本浩二。いや、切れてですね。切れてますか、なんか、いや、ちょっと赤く見えたんですけど、いや、どうでしょうか。しかしあの音を聞いて、しかしすぐさま立ち上がる。いや、その額はどうだ、ちょっと今手で隠れてますね。ああ、切れてますね。切れてますね。ちょっとそのこすれた感じがありますが。うわ。いや、すごい音だった。あんな音は聞いたことがありません。菊池選手、ここぞっていう時に使いましたね。菊池選手は本当、頭すごい自信持ってますからね。本当にそうですね。いや、しかしこれはもうノアファンの留意の差。ああ、違う、おびただしい違い今。これ今キャメルクラッチに入ってるからでしょうかね。いや、やっぱり当然出血は踏ん張ると余計出ますからね、今ますよね。キャメルクラッチをこらえてる状況ですからね、ガッと出ちゃいますね。ちょっと集まってきちゃった感がありますね、さあこれはノアにとっては追い風、
そしてノア初剣山 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン金本にとってはちょっと出鼻をくじかれる展開になりました。今日自ら身につけている赤いコスチューム、その同じ色の鮮血が今額からこぼれ落ちるようになりました。懸命にライガーが手を伸ばしています。今このスリーパーががっちりと入る体勢になりました。首のあたりに、ああ今これはチョークを取られています。あ今入ってないと金丸がアピールしていますが、まあ、ノア勢にしていますとベルトは持ってますけれども、レフェリーも新日本ですし、そうですね、あたりはね、ジャッジもそういえば去年の邪道下道戦も随分ジャッジに苦しめられました。うわーまたこのエルボーだ。あのヘッドバットを食らって、そしてこのエルボー、やっぱり選手の場合はですね、あのジュニアではやっぱり一番重いクラスになりますので、厚みがありますね。パワー的にはやっぱりトップじゃないかなと思いますね。そうですね、ジュニアの中ではやっぱりパワー一番あると思います。一つ一つの打撃が重いですよね。ですね、そしてなんといっても、まあ、一番のキャリアを誇っているこの菊池剛です。まあ、先ほど試合前超人式の話がありましたが、この金本の向こう気の強さに菊池のあのふてぶてしさがね、対抗しまして、ノーハンは大きな歓声を送りました。さあ新日本がベルトを取り返すか、いやそのベルトはノアのものにするのか。 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、あー来ました。これが金本の負けん気、その闘志の強さです。だけど金本選手力ありますね。一気に引き抜きましたね今ね。今いわゆるよいしょというタイミングがなかったんですかね、違いますね、そのまま引っ込みました。さあ金丸が、この額のあたり、ちょっと金本の表情が悲痛さを帯びてきましたが、地元神戸でタイトル奪回になるかどうか、新日本プロレスジュニアの頂点の金本浩二。もう10分経過、この大乱闘の10分間、ブレインバスター、低空で打って連発だ、低空高速ブレインバスター、菊池剛、ジュニアの修羅場は数を切り抜けてきました、いや、ライガー来た。下がりまくりの神戸のファン。さあ金丸が場外に吹っ飛ばされて、怒りの重心、怒りがもうこらえきれなくなりました。うわ菊池が逆さまにさせられて、金本行って、うわあ、これは菊池腰痛めてるんですよね。ちょっと痛めてるんですけどね、うわこの顔面はスミクだ、菊池が力が効いた。そして下から金丸がこれでも食らえと今鉄柱を下に、いや金本も来た、もう放送席前にも大変だ、顔面に行きました。金本が今金丸の顔面を捉えて、そして鉄柱では、この鉄柱を下にライガーの足を攻め込んでいきました。うわ金本も来た。とにかく本人たちが、俺たちが組めばもうこれは反則並みの強さなんだと豪語してはばからない金本ライガー組。新日本としてはもうこの2人が最終兵器、この2人で取れなければ永遠に IWGP ジュニアのベルトは新日本に帰らないでしょう。さあこのベルトがノアに残るのか、新日本に戻るのか、全てはこの、あるいはこのノア初剣山の金本の動きにかかっているのかもしれません。そうですね、このノアの選手とすればですね、金本選手、まあ、ライガー選手を何度か対戦してますけれども、この金本選手全然初めてなんでね、はい、やっぱり彼の攻撃がもうものすごい未知数ですからね。そうですね、そのあたりはまあ読み切れないと金丸口は危ないところがありますが、あっともうこの喧嘩っ早さといいますか、喧嘩腰の強さ、それはもうこの金本浩二の得意とするところだ。いわゆるキックを打っていきました。土手からのあたりに打っていって、金丸も打った。さあここから地元神戸で新日本ジュニアの頂点、金本の一人舞台になるか。そうさせた金丸、今度はライガー来た。ライガーはまだこのリングの中ほとんど試合をしていない。うわー、いったスピンした、完璧に菊池の顔面が取られました、ね、今の効いてますね、これ入ってますよね。先ほどの頭突きの返し、さあライガー重心が来た、あこれ厳しくてますよ、これはどうだ、チョークじゃないですか、チョークですね、完全チョークだと思いますね。あこれはさすがにエンドだと思いますが、もうこれはなりふり構わぬノアファンのもう大ブーイングだ。ちょっとこのライガーはいけません。
ベルトを取り返すという前に菊池に対する鬱憤を晴らすために、今度は金本も来て踏みつけた。そして首を絞める。こんなことをしてはいいのか。そしてノアファンにさらに火に油のような挑発的なポーズを見せました。さあここで金丸菊池が分断されました。ライガーが真っ赤なコスチュームに今日は身を包んで、いやー菊池選手かなりもう来てますよね。来てますよね、そう。ああちょっとこの目を見てますと心配になりますが、ライガーも来るか。いやその前にそのまま垂直に落とすそうだ。入るドライバー、いい格好をしちゃってますね。本当にライガー、そしてまた首だ。これはノアのファンを逆なでします。ライガーにとっては何といっても去年の8月この菊池の火の玉ボムで敗れたといういきさつがありますから、ライガーにとってはもうこれプライドも取り返さなきゃいけない。そうですね、ですからね、まあ、ただ要するに本当まあ、ライガー選手も金本選手もね、ええ、もう要するに絶対に今日は負けられないっていう雰囲気は見えますよね、やっぱりですね、まあ、先ほど私もちょっと言い過ぎた感もありかもしれませんが、この金本ライガーで取れなかったら自分も苦しいでしょうね。厳しいと思いますね。さあそして一方団体の長期政権を作るには今日が最大の難所になるかもしれません、金丸菊池組。ただね、この菊池選手は本当にかなり効いているように見えてもタフですからね。そうですね、今もまだ前のめりに出てきました。うわ、角を掴んでヘッドバット。おお、ヘッドバット切り返していった。またしても後ろ髪、そして角を掴んだ DDT を打ちましたライガーです。ノアのマットは3度目の登場。うわー、こんなことをして、それだけ怒りが、この怒りの重心に溜まっていたことが分かります。金本に託しました。うわ、また踏みつけだ、また踏みつけだ。これだけ顔面を踏みつけられて足が黙っているわけはないでしょう。しかし桃田さん、はい、金本の蹴りは素晴らしいですね。そうですね、早いですね。ものすごい、一つ一つがですね、いやしかしここで菊池が金本浩二の目をしっかりと見据えて、あえて胸を出してこのミドルキックを食らって、かかと落としも何のその、いやこの序盤で出血を見た金本ですが、そのヘッドバットのお返しとばかりにキックの雨やられ、同じところ同じ血を流させてやろうと4番に、うわ今度はライガー噛みついたか、噛みついたか、重心が噛みついた。もう新日本もなりふり構わない。新日本の長野は言っていたんですが、今回負けたらもうベルトはノアのものになってしまうだろうと、それだけの危機感を持ってますからね。いやそれは当然あると思いますよね、自分の団体のベルトが要するにこんだけ長期間新日本プロレスとしては初めてじゃないですかね、5ヶ月ですね、それだけこの新日本ジュニアの主張を明け渡して、いやしかし神戸のファンはどうですか。ちょっと桃田さん、ノアのファンが見たら悔しい思いをするぐらい、随分このライガー金本を応援する声が多いですね。いやそうですね、やっぱり地元というのは強いと思いますね、金本が。これまた東京でやった場合にはかなり雰囲気変わると思うんですけど、もう東京でやったら多分すごい部員になってるとは思いますけども、かつての武道館、ね、そういう意味では新日本の2人はやっぱり今日は有利かなという感じがしますね。やりやすいと思いますよ。うん、まあ、金本は地元とはいえ、あえて今日は俺に思いっきりブヨーっと膝いった、膝が行きました。ちょっとその左目のあたりは出血で塞がっている感のある金本ですが、その蹴りは全て的確です。これはちょっと危険な体勢だ。ライガーが縦横無尽に走った。キャメルクラッチから顔面を蹴った。いやー菊池がちょっとこれは桃田さん危ないですね。いやきつい状況にはあると思いますね。これ金丸がリングに入れません、本当になんか体がどん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 重くなってるような感じしますんでね、かなりダメージが来てると思います、ただ要するに彼は精神力が強いからね、それでやっぱりまだ顔は死んでないと思いますけど、そうですね、ダメージは来てると思いますよね。そのあたりがこうノアジュニアの砦と言われるゆえんでしょう。この菊池剛です。ライガーが背後からストンピングの雨あられを振り下ろします。懸命にコーナーから金丸が声をかけますが、その思いは菊池に届いているかどうか。いいように新日本ジュニア、サンダーライガー、そして金本、この
あ2人がまた今度はなんだ両足を捉えて、さあたまらず金丸が来ましたが、ここは金本に蹴散らされました。すぐ戻った、どうなるか、また4人がリングの中、うわー、どてっぱらにヒット。また今度は毛田さん、このじっくりと腰を落としたキャメルクラッチ、いやーこれは強烈ですね。もう完全に腰が乗っかってますんでね、でなおかつ菊池選手ちょっとシリーズの前半でちょっと腰を痛めてますんでね、2試合ほど休みましたね、その分、まあ、かなり回復してるとは聞いてるんですけれども、はい、きついと思いますね、これ。そうですね、まあ、これぞキャメルクラッチという完璧な形が入っています。後ろからちょっとサーフボードも加わった、こんな完璧なキャメルクラッチではたまりません。いやー菊池のピンチが続きます。まあ、今日はこのライガー試合前、向こう気の強い金本の今日は俺は止め役なんだと、今日は真摯な冷静なライガーで行くということを話していましたが、ただね、ライガー選手も決しておとなしいタイプではないと思いますんで ね、 全然違いますからね、やってるうちにどん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 自分もテンション上がっていくとは思いますけどね。さあ背後から押さえてミドルキック、このキックを食らって菊池の中の怒りのスタミナを貯めていくことができるが、いや倒された。この中にあってはやはりその蹴りの鋭さ、動きの俊敏さ、なんといっても IWGP ジュニアヘビーのチャンピオンです。一つ一つの技が結構テンポが良くて、速いですよね。速いですね。それに対抗するのは菊池のこの火の玉精神、火の玉小僧の無効機か、投げてもう一回先ほどのインサルトが来るか、今一度来るか、懸命に、わこれは見えた、負けに見えました。さあ赤コーナーに戻りたい、今ここで金丸がいった。さあ GHC と IWGP ジュニアヘビーはチャンピオン同士の真っ向勝負。20分が変形化しました。ライガーを飛ばした、同士打ちにさせて、さあ今度は金丸だ。ここからの動きは金丸のものになるか、クッと待った、転生してハイキックから今度はナンサルトアタックを見せました。カバーに行った金丸、カウントが入る、2カウント。さあもう菊池のスタミナはちょっと虫の息か、ここからは金丸が一人で踏ん張っていかなければならない。ムーンサルト、いやー、ここはかわされた。この桃田さん、完璧に今狙っていったんでしょうね。そうですね。いやー、こんな膝、今は完璧な失敗になってしまいました。ダメージの蓄積がどうか、ドラゴンスクリュー。いやー、今のこれはだいぶ完璧に回りましたね。いや綺麗に回転してますんでね。やっぱり膝のこの辺りです、かなり靭帯を伸ばしてると思いますよ。あ、そうですか。あれだけ素早く綺麗に回転すると、そうすると膝ってのは元来がこう回りは絶対しないですからね。あの角度で回りませんから。垂直に落としていきました。いやカバーにはいかない。顔面張ってこれからムーンサルトを見せようかという金本、それに待って入った菊池をうるさいとばかりに投げ捨てました。さあ今一度ムーンサルトの体勢だ、回ってかわした。もうこれはムーンサルト、お互いに食らうもんかという意地が見えました。さあ距離を取ってハイキックをかわした、わさびと、あーっとアンクルホールドに行った、アンクルホールドに行った、懸命にロープを手繰りました。いやしかしまだ金本は離さない、金本浩二のフィニッシュホールドはこのアンクルホールド、ライガー蹴り上げた。さあ今一度アンクルホールドに乗っていった、菊池はカットに入れない。さあそして膝も固めて、金丸はどうだ、ロープが遠い、ロープがまだ一番遠くなった、菊池がカットにするがまだ離さない、まだ離しません。このアンカーここで小村ついた、いった、金丸がベルトを上げ渡すのか、どのような防衛を果たしてこのコールは成功に収められるのか、アンクルホールドからまた変なのか、金丸捉えました。金本のフィニッシュはこれなんですよね。いやだけど入るタイミングとかああいうのは早いですよね。早いですね。で的確にかなり要するにかかとにしても決まってますんで、はい、ここは一気に大ピンチになりました。金丸首をかっ切るか、ファルコンガローはすでに1回出している、足をかけた金丸、引き返すか、
カレバルには垂直パンチ、連発だ連発だ、ジャブのグローブクロスだ、垂直連発連発でいった、いや3連発だ3連発だ3連発、垂直連発かわしていった、バックに回って蹴り上げブロックした、うわ後ろから足が来た、いやさすがに3発は打たせませんでした。あさあタイガースープレックスだ、タイガースープレックス、そうだライアンかっていった、肩が上がった、そっからところで肩が上がりました金丸。いやだけど金丸選手、金丸選手の動きを読んでますね、読んでましたね、要するに研究してますよね、あの急所蹴りもうまくブロックしましたからね、完全に膝でブロックしてましたんでね、そうでした、 GHC と IWGP ジュニアの頂点に立つ者同士のハイレベルな攻防、今タイガースープレックスが出まして、ここで一気に金本が仕留めるか、顔面張って張り返した、お互いやった、なんと張り手の相打ちになりました。さあここでライガー手につばして、ここからは小手か走った、捉えて捉えて背後に回った、くるっと回った、丸め込んでどうだ、後ろから金本、小日本の小を手にしたままの2人がサマベルト、この神戸の地明け渡すわけにはいかない、さあスタミナ回復菊池剛、強さが落ちました、勢い上がって自らのセカンドロープ、さあ菊池も狙っていくぞ、ここから菊池の速いブレインバスター、ここも連続できます、2連発低空ブレインバスター、これを見て金本、さあここで勝機はノアに来たか、今顎のあたりを抑えている金本浩二、去年の8月この IWGP のベルトを取った時には日向玉小僧菊池剛が日向玉ボムで仕留めました、そう再現なるか、この前の再現なるか、日向玉ボム肩が上がった、25分経過、日向玉ボム一発目はクリアしました、怒りの重心、この5ヶ月の時を経て新日本のジュニア至宝のそのベルトが果たしてノアのものとなってしまうのか、5度目の防衛を迎えました菊池金丸、やはりこのベルト取った時も守る時も日向玉小僧菊池なのか、バックに回った、うわーっと入った、頂点いった、顎を勝ち上げました、さあ日向玉ボムにはライガーボムでお返し、かばいった金丸救出、さあもうお互いの持てる技はほぼ出し尽くしつつありますが、金本飛んだ、そしてこの距離はライガーがした、ランニングショーテー、決めに行くのはライガーか、5ヶ月前のあの雪辱をこの神戸の地で打った、ライガーボム勢い余って、なんという角度、あ速い、菊池はあっという間に返していった、この辺りからノアは強い、これは追った菊池、試合はもうこの試合は達成ました、テイカー相手を張り返していきましたライガーです、もう場外は金丸と金本、そしてさあ、あこれは危ないぞ危ないぞ、流れ式で流れ式でライガーが狙っている、ライガーがトップロープに足をかけた、流れ式で流れ式で打つのか、まさか垂直か、金丸流れ式垂直落下、いや菊池が立つ、なんということだ、菊池が立ち上がりました、この男の闘志、この男の闘志がノアの象徴です、考えられません、しかしライガーは勝機を狙っている、立ち上げた立ち上げた、ライガーカバー、菊池国際新日本重心サンダーライガー、金本浩二ベルトを新日本に取り返した、しかし菊池剛のその男っぷり、見上げた男が菊池剛、ベルトは新日本に戻りました、第10代新チャンピオン誕生、 IWGP ジュニアタッグ新チャンピオンチーム重心サンダーライガー金本浩二、さ
最後はあの想定で立ち上げました。ベルトがノアから新日本に戻りました。5ヶ月間にわたって保持したそのベルト、しかしあの垂直落下、流れ式ブレインバスターから立ち上がった菊池の男気、この男がいたからベルトは5ヶ月ノアにありました。丸藤、聞いてるのか、お前はもう言ったろ、ノアの次は最強だと、その言葉を先に取り入れることだ。今はこの話を聞いてますが、次はな、お前も次はやってみよう。おー、次を呼んだ。さあ、次の裏が突っかかる。なんと菊池も立ち上がった。丸藤、今は杉浦が突っかかってライガーは丸藤を呼んだ。しかし今杉浦が割って入って、さあ来ました、金丸戻った、金丸戻った。今試合が終わったばかりの菊池、そして金丸もまた輪に入ってきました。いやまあだけど、この流れからいくとまたこれからもう構想っていうかね、ありますね。これは戦いは続きそうな雰囲気ありますね。そうですね、今ライガーはその丸藤を呼んだんですが、これキーマンとして杉浦が出てくるのか。さあ丸藤来た、杉浦の声がこんなに遠くてもマイクで読んだ、ものすごい声を張り上げました杉浦隆。さあそしてもうすでに丸藤もリングに来ている。そのベルトを誇らしげに見せつけるライガーと金本、ノアのジュニアは最強ですというこの丸藤の言葉から始まったノアの新日本のジュニア構想、今一つの区切りという形でこのベルトが新日本に戻りましたが、野本さん、これでは終わらないという、また第2章、もう本当にだけど今日の試合は本当に激しかったと思います。まあ、両チームともものすごく頑張ったと思いますね。結果から言えばタイトルは移動しましたけど、まあ、お互いに頑張ったっていう感じしますよね。そうでしたね、それからこれからもこの戦いが続くような気がしますよね。あとシングルのベルトを巡って金丸と金本、そうですね、これもちょっとものすごい興味あるところですね。本当にそうですね、今日は菊池の奮闘が非常に光りましたが、ベルトは移動になりました。そしてベルトを手にしたグリーンのマットでベルトを誇らしげに持つライガーと金本が丸藤、そして杉浦を今ターゲットにして、そのベルトを新日本に持ち帰ります。